んでいきましょう。食パンというとやっぱりしっかりとこねないと膨らまなくなってくるので頑張ってこねていきましょう。でまず材料の説明から入ります。で今回食パンなんですが、食パンって言われると、まあ、552の食パンっていうのが基本的な食パンというふうに言われています。何なのそれっていうんですが、粉が 100% に対した時に5がお砂糖で5が油脂、ショートニングでもバターでも構いません。で2っていうのが生イーストを使います。私たちの パラ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 ってしたのはインスタントドライイーストで、あれは生イーストが2に対、まあ、ちょっと微妙な誤差はあるんですが、簡単に考えると生イーストが2とあったら、ちょっとこうドライイーストって今あまり見なくなったんで、つぶ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 っていうものが、まあ、丸の多い予備発酵の必要なものが昔はあったんですね。缶に入ったそれの場合だと1です。でインスタントドライイーストになると、生イーストが2だよって言ってたのに対しては 0.8 ぐらいで考えてあげるといいかなと思います。なので552の食パンでいうとイーストが2っていうことなので、インスタントドライイーストは 0.8 で考えます。ですが家庭の場合はもう少しイーストの場合を入れた方が、最初の方は釜できちんと伸びるし、一次発酵もしっかりある程度の時間で膨らんできてくれるので、今回は 1.5% ちょっと多めに使います。なのでこのレシピでいくと、その分お砂糖ですね、イーストが食べちゃうよっていう分の餌を多めに入れてあげています。なので 8% お砂糖を使っているレシピになります。で塩はちょっと私少ないのが好きなので 1.8 って少ないんですが、まあ、家庭なのでそこまで釜でボコンでも伸ばすっていうよりはちょっと塩分控えめで 1.8 なんですが、味がボケているなっていう方は 2% を目安に入れてあげてください。で強力粉はスーパーで買ってくるカメリアとかそこら辺の北米アメリカとかカナダとかのを使うと、やっぱりよくこねるとしっかりと伸びて膨らんでくれます。ですが国産の小麦粉を使っても構いません。その場合は少し水の量を最初は抑えた方がベタつきが少なくてこねやすいかもしれません。そのようなことを考えながらいきましょう。でまず一番最初に作るよっていう人はスーパーで売ってる小麦粉を使ってみてください。なのでこのレジュメプリントアウトした方はそれを見てください。で強力粉が 100%、 インスタントドライイーストが 1.5%、 塩が 1.8%、 砂糖が 8% ですね。でバターは5% にしています。で 5% で十分釜伸びが得られますし、バターの風味も出てきます。でバターを 10% 以上入れた場合、もう今度は伸びが確実に悪くなってきますので、最初は 5% と思って作ってみてください。卵、今回卵黄を使っています。なんで卵黄を 4% 入れたんですかって言われると、 3% ぐらいからでも構わないんですが、すごく釜伸びを助けてくれます。なので最初はどうしても膨らみが弱いよってなってしまうので、ちょっとコク付けとあとバターと、そうするとこうこねてた時に乳化剤として馴染みやすくなります。なのでちょっと最初は面倒なんですが、卵を 4% ぐらい卵黄ですね入れてあげるととてもいいと思います。卵を 4% はあんまり効果出ないので、卵黄 3から4% 入れてあげてみてください。で牛乳が 28% で水が 45%、 スキムミルクでいいですかっていう場合は、まあ、牛乳28なので1割減らして、で、まあ、計算がめんどくさいので少し25ぐらいを水に合わせて、まあ、そこら辺を合わせて入れていってもいいです。でこの場合水ですね、そのカット最初は分からないと思うので、その入りくりをするレッスンの方はまたそこは理論コースの方になってくるので、最初はちょっとこの通りのレシピでやってみてください。卵はやっぱり入った方が作りやすいと思います。卵をもしも最初の場合これ卵を入れないといった場合は、まあ、卵を抜きで牛乳を30ぐらいでやって30ぐらいでちょっと試してみてください。それ以外はちょっとスキムミルクにするとかは入りくりは後で学ぶことにしましょうですね。で工程の方は動画の方を見ながら一緒にやってってください。まあ、その中でまず今日のここに分量が書いていません。私 1.5 斤を使いたいです、1斤を使いたいです、まあ、いろいろ分からなくなってしまうので、型非溶石っていう型を使うパンの場合は型非溶石、型
型にどれくらい生地が必要ですかっていうことを考えていきます。で、私は使いやすいのでこの 1200cc と言われている方、これちょっと珍しいのであんまり 1200cc の方はないんですが、これまず自分の手持ちの食パン型っていうのを持ってきてください。でその場合なんで100円ショップで売っているスチール缶のパンパンってブリキのもの、あ、ブリキじゃない、ステンレスのものはあれは絶対使わないでください。あとパイレックス、あれだけはどうしても火通りが悪いのでうまく釜伸びしたりしません。なのでいわゆる製菓材料店で売っている食パン型っていうものを買ってください。その際にあまり2斤とかでかいのはやめてください。言っても 1.5 斤ぐらいにしてください。なぜかというと大きくなれば大きくなるほどコネとかが難しくなります。大きく焼いた方が美味しいですよっていうものはもう少し上達してからにしましょう。で、家庭のオーブンの場合は 1.5 斤を2本で焼くのもあんまり良くないです。蓋してあればいいんですが、あんまり 1.5 斤を2本で焼くっていうよりは1斤型を2本で焼いた方がいいので、そこら辺のことも考えて型の方を買う場合は購入してみてください。で、この型何 cc あるかわからないという場合は、まあ、いわゆる内寸かけて計算で出してもいいんですが、これ台形っぽくなってると、まあ、計算がすごくめんどくさくなるので、どうしたらいいかというとこの中にビニール袋を入れて水をバーッと入れてください。そうすると cc が出てきます。ちょっとバタバタうるさくてすみません、2階で。なのでそこに水をつるつる1杯入れてあげる、入れて何 cc かを出してください。そうすると型の何 cc っていうのができます。そしたら非溶石っていうものをちょっと学んでいきましょう。まあ型非溶石って何ですかっていうことをちょっと説明していきますね。まあ比べる溶石っていうものがあります。アルーチのパン教室の型非溶石、アルーチパン教室で検索するとそのなんかいわゆる例題とともに出てくるんですが、まあ、今日は簡単にざっくりとそこら辺を説明していきます。で、型に水を入れて何 cc か出ますよっていうと、うちの 1200cc でした。そうするとこの基本的ないわゆるケースっていうかこう山食、こういう山型のこう蓋のないウィンウィンっていうこういう山食の場合はその型非溶石が 3.7 っていうことが多いです。でもそれは機械でこねた場合なのでもう少し内容量を入れた方が家庭の場合は失敗しにくいです。で、入れれば型非溶石に対してのこの数字が大きくなれば大きくなるほど入っていく生地の量が減りますな。まあ分かりやすく言うと非溶石4っていうと 1200cc の場合は 1200cc の場合は128 1200ね、 1200cc の場合はこれをこういわゆる4倍膨らんだらぴったんこっていうのがこの非溶石と思ってください。なので300となります。だから300g の生地を入れてあげれば非溶石が4になります。ちょっと山食計算するのめんどくさいので、まあ、400で考えましょう。で、非溶石が4っていうと今度何を出すかというと算数の問題になってきてしまうんですが、生地量は 300g 必要でしたってなると、じゃあ粉はどれくらい必要なんですかっていうことを出さないと皆さん粉に対する 100% だとってわからないと思うので、そうしたらこのレシピのパーセントを全部ダーって足すと193っていうのがベーカーズの合計トータルベーカーズパーセントっていうものがあります。だからこれをこれで割ってあげると係数が出てきます。そうするとね、この今日の場合300で計算しないでちょっと私が出してあるので、非溶石を今日山食の場合 3.6 で計算しています。 3.6 で計算すると大体この係数が 1.72 になります。なので 172g の粉が必要ってなります。で、それを全部 1.72 を塩とかこのインスタントドライトとかに 1.72 を全部かけてあげると必要なグラム数が出ます。それを合計すると今日の場合は333いるのかな、必要な生地量が 1200cc の方で非溶石が 3.6 だと 333g ぐらい必要なので、
それのグラムが出てくるというわけです。まあ、すごい分かりにくい。でも簡単、よく考えると簡単な算数なんですが、大抵これ正方コースの4回目で話すんですが、皆さんハテナが飛んでる方が多いので、じっくり考えれば簡単な算数なので小学生でも理解できます。でもまあそんなの考えるのが嫌だっていう方はちょっと多分アップロードできると思うんですが、こういうもんね、計算式、ここに計算入れてっていうのを一緒に出しておきますので、それをちょっと参考にしてみてください。ちょっとそれがうまくダウンロードできない状態の人は頑張って非溶石を出してみてください。その際はもう本当に分かんなかったら、アルーチ型非溶石っていうことで検索していただけると、ブログに出て、こう今この話したようなちょっとわけわかんないことがこう例題とともに出ているので、ちゃんと見てみてください。この非溶石をきちんと出さないとダメです。でもそれも本当にめんどくさいっていう方はどうしたらいいかっていうと、型の3分の1ぐらいまで生地詰めてみてください。そして3分の1のグラムが何グラム必要だったのかっていうのをやる、はい、もうここカット。ちょっといろいろ出してみてください。で、もう一つ。今日は、食パンですね。食パンを作る時の上で一番皆さんが、うまくいかないっていうのは、食パンが膨らまない理由です。釜伸びしない理由。食パンが釜伸びしない理由を話していくと、まあ、釜伸び。オーブン。オーブンで膨らまない理由。まず今言ったそもそもの非溶石が合ってない場合があります。型非溶石が合っていない場合は絶対に膨らみません。なぜかっていうと、その例えば入れる生地量がすごい少なすぎるとオーブンで割れません。なぜかって今日はここの指1本分ぐらい、頭がこうやって山がね出て入れると、ちょうどこの火の当たりの加減でここがこう膨らみやすくなるんです。なのでちゃんと発酵でちょっと頭が1個出るくらい、その時に少し生地が緩むけどまだうって伸びる力があるくらいまでで膨らんでいくとちょうどよく伸びるんですが、もうそこでもう伸びきって限界だよって言ってオーブンに入れるとどうなるかというと、オーブンの中に入れた瞬間ちょっとへこってへこんでしまったりします。なのでちゃんと非溶石を合わせるっていうことがちょっと大前提になってきます。それを合わせた上で伸びないっていうほぼ8割か9割型の理由は、今日のこのレシピの場合ですよ、イースト数がすごい極端に少ないとかいうのはまた別問題になってくるので、ちゃんとイーストを入れてこのきちんとした適正な数値における配合の場合です。水が多すぎるとか、またそういう難しいことはしないでください。まずいわゆる基本のパンというところで考えたときに、それでできないのはまずこね不足。もうこね不足がほぼほぼです。で、私上手にこねてますとか言う方いるんですが、まあ、大体こね不足、不足してます。で、こね不足の次は何っていうと一次発酵不足です。発酵不足、大体原因の8割9割ここに来ます。家庭製パンで初心者の場合は特に上手にこねることができません。なのでこね不足と一次発酵不足。なのでこねが足りないっていうことは、膨らんでった時に上手にこねた人はここまでやって指穴をプスって入れるとちょうどよかったです。だけどこねれない人はここら辺で、私がここだとするとここら辺で指穴したらちょうどよくなりましたっていうと、一次発酵でここまで伸びてないわけです。なので一次発酵で膨らました分釜の中でも伸びてあげるってイメージにしてください。なのでここが発酵が足りない人は当然オーブンの中でも膨らみません。なのでしっかりとこねてしっかりと発酵できる状態にしてあげるっていうことがとても重要になります。なので一次発酵不足っていうこともです。なので必ずパンチは入れてください。
パンチをしっかり入れてあげることによって、そこであの生地で1回目やった加工効果、加工効果、あの構造緩和と加工効果っていうもののとてもいい状態になるので、一次発酵不足を、まあ、補うためにもパンチで、パンチを入れるタイミングとしてはだいたい今日は90分一次発酵、90分あったらだいたい60分で30分、3分の2のところでパンチを入れてあげるといいというふうに言われています。バランスがいいですね。バランスがいいっていうふうに言われています。なのでまずこの2つ、そこからきちんと整形とかそういうことになってきます。ある程度ちょっと整形ある程度整形が下手くそで、まあ、丸めがいびつだったりそういうことがあっても、だいたい一次発酵とこねしっかりここら辺をやっていると釜の中では膨らむと思います。あと注意点としては分割丸めですね。あそこでぐり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 丸めすぎないで、分割丸めきちんと緩んだものをもう一回しっかりと絡め直して発酵をしっかりと取ってあげるといいです。で、分割丸め以降になると今度は綺麗な内装を作るとかそこら辺のことになってくるので、もう少し上級者向けになるとその分割丸めをどうするのって気にしているんですが、まず初心者の段階はちゃんとこねて一次発酵をきっちり膨らまそうっていうことに意識を置いてみてください。あと温度帯も少し気をつけてみてください。あまりにも低すぎるとやっぱりこうイーストの活性が落ちてくるので膨らみません。で、今度温度が高いところで全部持っていくとどうなって、発酵時間が短くなる割にはイーストがパクパクこう食欲旺盛になるので、お砂糖パクパク食べてしまうので、焼いても焼いても焼き色がつかない、ちょっと味が薄いっていうパンになってしまうので、まあ、今後先に行った場合はそういうところも気をつけていきましょう。で、中級ぐらいになったらそのさっき言ってた552の基本の食パンというものを一回マスターしてみると面白いかもしれません。はい、はい、アルチの岡本です。今日は食パンの方を作っていきたいと思います。食パンはきちんとこねないといけないので少し大変になってきます。なので大トリスをうまく使っていきましょう。で、お砂糖はちょっと後で入れます。お砂糖危ない、塩は後で入れます。で、牛乳と、もちろんバターも後ですね。で、卵黄なんですが、食パン入れないこと多いんですが、最初卵黄入れてあげるとすごく釜伸びするようになります。最初はよくこねられずにこう膨らむ力がどうしても足りなくなってしまうので、卵黄を入れてあげることによってちょっと最初ベタついてこねにくいってあるんですが、その分水分を抑えて、バターもそうすると入りなじみも良くなりますし、釜伸びするっていうことはオーブンの中で膨らんでくれるので、膨らむととっても軽く仕上がります。なので最初はちょっと卵黄を入れてください。そのうち卵黄を入れなくて良くなります。卵黄を入れなくてよくなりますというか、卵黄を入れなくても釜伸びできるようになるので、少し上級になったら卵黄はすぐにやめてしまっていいです。ということで、まずこねていきますというか、オートリッツ取る前です。なので卵黄を、まあ、カード用意しておきます。まあ、卵黄を最後まで入れ切るのにお水ですね、まあ、ぐるぐる、まあ、くる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 っと入れ切りましょうね。で、牛乳入れて、まあ、牛乳のところに、でお水なんですが、全部入れ切るのは最初はやめましょう。少し残す癖をつけます。で、まあ、混ぜていきますね。これは買った小麦粉によって水の入りが全然違ってきます。国産の小麦粉だと特に北の香りとか使うと普通の適正スイッチが70いくつ入ったりするんですが、その粉によって全然水分値10とか違います。パーセント、ベーカーズパーセントによって10近く変わってしまうものもあります。なので同じ北の香りっていう国産のやつも北の香りブレンドってなってると、加水が63ぐらいしか入らなかったり全然違ってしまうので、お水を一気に入れるというのではなく、ちょっとここでもほもほとこう
混ぜていきながらですね。で、食パンの場合はあんまりうまくこねない場合に水が多くなってベタベタしてしまうと釜伸びするパンというものが作りにくくなりますので、ちょっとそこら辺のことを気をつけながらこねていきましょう。で、最初はこねる練習としてはやっぱりスーパーで市販しているいわゆるカメリアとかそこら辺の北米産外国産のものを使ってあげるとやっぱりこう膨らみはいいです。よいしょ。で、最初大取りする前にある程度のこの粉だまりはなくしておいた方がいいです。まあちょっとね、今ちょっと粉あんまり手を汚さないようにやった方がいいんですが、だいたいひとまとめになったら手のを外してあげて、ちょっとここでこの手のベタベタをするのが嫌だからこのままこね続けていいですかっていうものもありますし、あとちょっとメールで大取り図取った方がこねにくいんですけどって質問されたんですが、大取り図取った方がこねやすいと思います。それでこねにくくなってしまうということはちょっとレシピ自体に問題がある、水分がやたら極端に少なすぎるとかいうことだと思います。実際に30分置くと今こうやってこうもろ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 してこうすぐにズタズタ切れてしまうものがスーッと伸びるようになるはずです。で、本来は大取り図だとイーストは入れません。イーストを入れてこう活動が始まってしまうと30分とか時間待てないので、加水にもよりけりなんですけど、これくらいの加水だと皆さんも1回目2回目でやって分かる通りに、この中に例えイーストをわーっとこう入れて、まあ、ちょっとまあ馴染ませるようにしといたにしても、水分吸うのは本当15分5分ぐらいしてやっと水分吸って、そっから水分が体の中に入ってから15分ぐらいしないと活性って始まらないので、まあ、こんな感じでぐるぐるっとして乾燥しないように、あと冬場は特にこの生地温が下がらないように気をつけながら、こね上げ温度が28度ぐらいに27から28度ぐらいですね、行くようにここであんまり冷えすぎないようにして置いといてください。で、これで30分20分から30分経ったらやっていきましょう。そうするとこう伸びやすくなってくると思うので、ここで大取りっていうものを上に落としラップですね、今ちょっと手がベタベタなのでやらないんですがっていうと、ちょっと初級者編なので基礎編なので一応やりましょう。よいしょ、ね、こうやって置いときましょう。で、入れるの忘れちゃうので、ここに私はいつもこうやって一緒に置いときます。で、これで30分置いていきます。20分から30分ですね。怖い人、私はなんかこうこねるのにすごく時間がかかってしまいそうですっていう人は20分からこね始めてください。イースト結構 1.5% 入れているので、活動始まってそこからこう20分も30分もノロノロこねているとダメなので、ちょっと不安な人は20分後にスタートさせましょう。はい、30分まではちょっと短期なので待っていないんですが、20分は多分したかなというくらいです。で、いつも基本的な食パンというと225って言ってイーストは 0.8 ぐらいなんですが、今日はいっぱい入れたので少し早めにこね始めます。わかりますか、こうやってこねてなくても膜というのはこう自然分自己分解といってこうやってできてきます、ね、で、これをじゃあこねていない状態でね、こうやってそーっとこうそーっと薄くしていくとどうなると思いますか。30分ぐらい経つとほらこうほら薄い膜ができてきました、ほら霜も透けますねって、ちょっとそんな感じまで実はなってしまいます。だけどこの膜っていうのはちょっと力を入れると、わかりますか、すぐに破けてしまいますし、ここの破け方が厚いです。厚くてギザ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 って割れてきます。なのでこれからこねることによってこのマスクを薄く強いものにしていくと思ってください。じゃあまずこれ、まあ、イーストなんですが、一番最初のねここに入れてしまうともうイースト始まっちゃう、活性始まっちゃうんじゃないですかって言うんですけど、実はこういう風な感じでつぶ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 残っていることがまだ多いです。なので、忘れ防止と少し水気を吸うかなぐらいに思っていてください。なのでさ、よいしょ、こねていきます。こうやって
で、イーストが少し馴染んだかなと思ったら、よいしょ。で、オートリス取るとこう弾力があってプリプリしてくるっていうのはこうグルテンがつないでき、つながってきたのでちょっとこねにくくなるっていう表現をなさったのかもしれないんですが、まあこう伸びやすくこねやすくなるっていう方が実だと思っています。で、これくらいこうイーストがこうつぶつぶしたのがある程度なくなったなでいいですよ。全部消えてしまうわけではないので、ある程度なくなったらお砂糖はとっとと入れてしまいましょう。砂糖ですね。お砂糖は少し食パンにしては多めの 8% って入れていきます。 8% 入っていくんですが、これはイースト数が多いので、まあ、イーストのご飯という形でだいたい発酵していく最後の方には、まあ、残っても 1% か 2% ぐらい残ってるかな程度で、食べられちゃう量になります。まあ、全部は食べられきれないと思うんですが、ちゃんと ある程度高い温度帯で発酵させて、でパンチまで打っていくので、多分ある程度なくなっていくと思います。よいしょ。じゃあこうやって、あ、お砂糖全部入れ切ってくださいね。入れていきます。で、食パンなので気持ち、よいしょ、早めにはお塩は入れていきます。まあこんな感じでちょっと頑張って、だいたいこう1、2、3っていうのを繰り返すようにして、あ、まあ、こうゆっくりやりますね。ぎゅーっ薄くすりつけます。そしたらこうコロ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 でしたら90度変えます。そしてぎゅーっ薄く伸ばします。そしてこうやってくる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 っていう感じで戻します。でこうすりつける、すりつけるで、いろんな方向から2、私は3回ぐらいやってからこう斜めにして1、2、3って薄くしていきます。なので私のこの1個のストロークとクイクイクイってやる人だと1回の数が違うので、まあ何回とは言えないんですが、一生懸命200回ぐらい食パンなのでこねてください。で、1ってやって2だとイースト数が多いので、ある程度1、2、3ぐらいのペースで200回こねないと5分、10分ぐらいでこね上がらなくなってしまうので、とりあえずちょっと私も息ハーハー上がっているんですが、頑張って筋トレダイエットと思ってやってください。特に今はコロナなのでマスクをしているので、もうハホハホしてながらやってます。なのでこうやって頑張ってちょっとこねてみましょう。はい。で、大体200回ぐらいこねると、まあ、こんな感じでこうビョーンと伸びがだいぶですね、こうやってギュッギュッって無造作に伸ばして、こんな感じでピューンとこう柔らかく伸びるような感じになりますが、こうまだこんな感じで厚く切れていく状態でいいです。まあ、だから台の上でいくと、台からこうある程度こうつるっと剥がれる、こうピロンと剥がれるようになってきたら、まあ、とっととお塩も入れます。なのでだいたい200回こねてお塩を入れて、50回ぐらいもう一回頑張ってこねていきましょう。そうするとお塩もこう溶けて混ざってくる感じになります。8、9、10、47、48、49、はい、もう50ですね。疲れた。50回こねた後です。で、こねてね、よく膜を見ますって言うと、今わかります。すごい引きが強くなって、こねて直後こんな膜を見てもわかりますか？熱いままある程度切れます。まあ、それはそうとこうゆっくりやればこれくらいの薄い膜が出てきます。少し初心者の方はここで3分ぐらいこう手のこう手についてるのあるじゃないですか。これを取って。ここら辺のもガビガビにならないうちに入れたいので、周りのとかをこうきれいにしてる間にお休みされます。私の息もだんだん
落ち着いてきた頃によいしょほら、そうするとこういう感じでだいぶ薄くなる、あこちら薄くなるんですが、まだちょっとこう切れるの早いです。これくらいでいいです。ただでここで釜伸びさせたい場合はここできっちり作ってください。あまり作りすぎて腰がこうケーリングするほど伸びちゃうということは手ごねの場合はほぼないので、まあ、しっかりと頑張ってこねるようにしてください。でここでしっかりと作ってからバターを入れた方が最初のうちは釜伸びしやすいです。そのうち伸びすぎちゃって嫌だとか引きが強くなりすぎるっていう場合はもう少し早めにバターを入れてもいいんですが、釜伸びをしませんとか膨らみませんって悩みの人はバターはもうグルテン膜できたかなと思ってから入れてください。いえ疲れますね食パンは。よいしょ、よいしょ。最初は基本は本当にこねるっていうことをしてください。でフードプロセッサーはちょっと難しくなるんですが、ホームベーカリーとかなんかねうちにあるこね機っていうのをキッチンエイドとか使ってあげて全然構わないと思います。手ごねしなきゃいけないというわけではなくいいと思います。私はもう機械がずっとなかったのでずっと手ごねなので実は手ごね大好きです。なので手ごねも慣れているし、でこうやって分かりますか、全然入ってきません。入ってかなくていいですよ。で1回目とかといったようにこう伸ばしながらなんかこうなんかね、こうここであんまりぐしゃぐしゃってしてしまうよりはもうここまで来たらある程度伸ばしながらグルテンにこうなじませていってあげたい気がするので、まあ、強力粉なのでガンガン切り刻んでも入っていきます。で実際問題ここでこうやって切り刻んだりぐちゃぐちゃしたりした方が早くなじんではいくんですが、なんか私の感覚としてはせっかくつなげたものを気分の問題なんですがあんまり切り刻むの嫌だなと思うので、よいしょ、こんな感じで混ぜていきます。混ぜ始まったら油脂も少ないので 5% なのであっという間によいしょなくなっていくので、でバター 5% 入ると少しバターの香りっていうものがしてきます。でバターの香りが嫌だったりする方は何ショートニングにしてください。ショートニングの方が釜伸びはすると言われてます。よいしょ、こんな感じでだいぶこう馴染んできましたね。でもまだこう馴染んだかって言われるとこうやるとズダ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 って切れる形なのでここからちゃんとこねていきます。でここからここまで来たらあんまりこうちょっと馴染ませるように揉みながらこねてあげて、よいしょ、押しごねというかあっちこっちでこねていってあげたいと、半分に折ってって1回目と2回目のようなちょっと押しごねをバターがなじむまで入れていってあげます。でいつもはもっと加水をちょっと少し多めにするんですが、最初初級ということは基礎コースということなので加水が少なめなので、これを最初から最後までこうやってパツパツ叩いていくとドーナツ状になっていきます。でもここで叩いた方がどっちかというと高さが出るパンができるので叩いてこねていきたいと思います。でちょっとねこれすごいバボンバボンって跳ねてしまうんですが、とりあえず横から引っ張り上げて背中をバーンと叩きますなら、まあ、2回分入れてあげる。そしたらこの反対側から持ってこういう感じで切ってバーンと叩きます。で2回できるだけちょっと皆さんのは多分半分の量とかもう少し少ない量になってくるのでこれくらいでちょっとやってみせるんですが、1回あ伸びませんでしたって言った人どうしてるから2回叩いてください。2回でダメだったら3回ぐらいバーンって叩いてあげると伸びます。この伸ばした分だけ釜でも伸びると思ってください。なので1回でダメだったら2、3で半分1、2、3、4、5、6、7、8、慣れてきたらでこれを早いテンポでこう叩いていくとどうなるかっていうと伸びなくなってきます。だんだんちょっとうるさくてすみません、わかりますか、もうどんどん伸びなくなってブルンブルンブルンってさっきと同じスピードでやってるんですが、それはグルテンがだんだんキュ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 ッと固まってきました。でそのうちにこうやって強くこね続けているとこうドーナツ状にこう輪っかになってしまいます。
輪っかになってしまうとこねにくいので、そういう場合はもう一回こうなんかこう少し軽く揉んであげたり、こう伸びが良くなるようにしてから少しこう1、2、3とかで叩いてあげるといい。で、うちはマンションですっていう方は最初から最後までこう押しごねをしてください。どうしても下の階の人にね響いてこううるさいですって言われてしまうことが多いので、こう叩きつけると楽しいしいいんですけれど、高さも出るしいいんですけれど、まあ叩けないっていう家庭事情、マンション事情の方が多いと思うので、こうやってきちんと圧力をかけながら、そういう場合は10回ぐらいこうやってこねたら伸びが足りなくなるので、こうやってって伸ばしてあげてください。私ここ伸ばすの重要だと思っていて、伸びたらくるくるくるってやって、また同じようにこうこねます。多分やんなくても変わんないのかって言われたら変わんないと思うんですが、なんか気持ちですね、こうちょっと伸ばしてあげた方がなんかいい気がする。こうやってボヨン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 って伸ばしていったこの力がどれくらいになったんですかっていうのもすごく重要だったりするので、生地を見ながらこねてください。なので最後こうやって叩きこねを100回くらいした方が絶対に釜伸びしますということなので、私はこれから100回叩いていきたいと思います。分かりやすいかな、あれくらい薄くちゃんと伸びるようにしてください。なのでこう無造作にこういっぱい引っ張ってます。それでも破けないぐらい強くこねてください。なのでこうやって薄くこうやって綺麗ですねってやるのは最初からできるっていうことは皆さん分かっていただけたと思うので、どういう感じに引っ張ったらどういう風に切れてきたのかとか、そういうこのこう結構引っ張ってます。でどれくらいの力の時に切れてしまったのか、あとこう切れた時のこの膜の薄さですか、こんな感じです。意外に薄いです。これがブリオッシュとかバターが多くなるともっとシャーって伸びて薄くなるんですが、食パンなのでそこまで薄くするというよりはこの引っ張った時のこのなんだろう、この手のこの引っ張り具合と、ここがもうピトーンと優しく伸びてしまうようだと腰が落ちたパンで釜伸びしません。なのである程度強いこういう感じのグルテンですが、もうこれを触ってもらえないんで、ちょっとこればっかりは実際に見ないとわからないので、そうですね、ここは食パンコースでやりましょう。なのでこんなくらいになったら総量を測って半分にしていきます。ここできちんとある程度食パンなのでここでしっかりと丸めておいてください。丸めてからシュッと時計を打ったの中に入れて発酵させていきます。よいしょ。なのでここきっちり貼っといた方がいいです。でやりすぎてこの表面が切れないくらいキュッと貼ったら、乾燥しないように蓋をして発酵させていきます。なので横が最初これくらいです。だいたい 2.5 倍から3倍近く膨らましていった時にプスッとすると潰れないくらいですね。だからこれが2倍でプスッとしてこう穴が塞がらないっていうことだと、強力粉、スーパーで買ってる強力粉を使ってやったのでは少しちょっとこね不足かもしれないです。はい、こんな感じに発酵が上がってきました。だいたい今 2.5 倍くらいです。こういろいろ触ったりして考えていくといいです。でちょっと粉をしてプスッとします。そして今こんな感じです。ちょっとまだ早いかな、今ちょっと60分なんですけれども、もうちょっと待ってもいいかなと思います。こね上げ温度ちゃんと27度あったんですけど、ちょっと発酵機、うちの発酵機温度が低いので、もうちょっとあと5分ぐらい待ってから入れてみたいと思います。はい、先ほどなんですが、先ほどとこっちを見るとこっちはパンチまだ入れてないんです。あ、パンチっていうか指穴テストしてないんですが、分かりますか、やっぱり一次発酵でしっかりここで膨らまさないと釜伸びしません。なのでここでちゃんと指穴テストがこうプスッといい感じですね、いい感じになるまで待ってから日本語が思い出せない、パンチをしていってあげましょう。なので出します、
で、ボールよりもこういうタッパの方がこう倍率が分かりやすいので私はおすすめしています。そうすると上にラップも必要ないので。ならどうするのかって言ったら、まず、はい、パンチを入れる目的はっていうと、イーストの活性化、イーストを活性化させたかったらガスはしっかりと抜いてあげましょう。これはもう食パンなのできっちりと抜いてあげてください。そして次は何かっていうと均一化、均一化もこのガスをしっかり抜くことで均一されます。次に生地強化なので、できるだけここでこうパチ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 って引っ張ってあげたら、引っ張ったまま、やりすぎた、よいしょ、こんな感じに。そして90度ひっくり返して、こっちはもうあんまりもう引っ張れなくなるんですが、まあ、こうやってちょっと巻いてあげるようにして、こんな感じで強くパンチを入れてあげるとグワンと伸びます。だから釜伸びさせたくないとか、ここであんまり引き強くしたくない人はそんなにパンチ強く入れなくていいです。こっち強く入れて、まあ、そんなに変わりは出ないんですが、あ、切った木はすいません、これダメなので3枚くっつけないようにしてくださいね。なのでここでしっかりとガスを、抜いてください。そしてうまくいかない人はこうやって引っ張って三つ折りして、三つ折りして、まあ、こんな感じによいしょとこっち側で丸めてあげても十分強くなると思います。なのでちゃんとここでパンチをする、そして温めながら、まあ、大体ここで入れたら、これくらい強く入れるとひょっとしたら40分かかってしまうかもしれないんですが、30分から40分発酵を取っていきたいと思います。発酵が上がりました。これはちょうど30分経った時です。でこれくらいになったので、大体パンチを入れてからはある程度時間で持ってって構いません。なのでこれを半分に分割していきたいと思います。なのでその二山で焼いていきます。で出します。でもここからは生地を傷めないように出して、こうですね、分割丸めであまりここで空気は抜かないように、この上の表面の部分をこう次の工程がしやすいようにクッとして、ここですね、ここのベタベタ部分を少し中に入れ込んであげるような感じで、キュッとこのように丸めてあげるだけでいいです。一回やりますね。なのでこのベタベタな部分を中にしたいので、最初こうやってこことここをこう合わせるように表面をこう張らせます。表面を張らせたら今度90度、よいしょ、でここのベタベタ部分を中に入れたいので、こうやってここを通し点にしてキュッとします。でもう一回キュッとしてあげて、こんな感じでいいです。なので本来だったらこうあったら9、9、9、9、こうやって表面をきれいに丸めて整えてあげると均一になります。それができない場合は、よいしょ、さっきみたいにやってもいいし、こう持ってきて持ってきて持ってきながらガスを軽く抜いて丸めてあげてください。これなんですが、ベンチタイムといってこう通常の寒いところに置いてしまうとダメなので、これはホイールにそのまま入れておきます。夏場の場合は逆に室温があんまり温度が高くなりすぎないように気をつけましょう。30分経ったので、まあ、ちょっと30分以上ちょっと経ちましたね。なのでここから発酵じゃないですね、成形をしていきたいと思います。で成形の仕方をいくつか出します。で私は手丸め、丸めたものが一番好きなんですが、まず綺麗な面、こう外側になる面を上にしてガスを抜いてあげてください。そしたらカードを使ってひっくり返します。もう表面は傷つけないようにしてみてください。
回折り返します。で綿棒を使った方が綺麗になるので、プルマンって角食の場合は綿棒を使うんですが、まあね、山食っていうのはそこのこう上に行けば行くほどちょっとこう不揃いというか、そういうのが良さでもあるので、手で潰しながら私は行きたいと思います。そうするとね、綿棒を持ってない方でも作れるので、3分の1折ります。でガスをしっかりと抜いてあげましょう。たらもうこっからはここの表面を切らないようにしてください。なぜかっていうとこう上に来る部分になるので、の折っていきます。そしたらこっちの厚い方をくで押さえながらチュッてこうやって俵状にしてあげます。でこれなんですが、この俵状にしたこの巻き目がこうくるようにして型に入れてあげます。で端っこにくっつけます。もう一回同じをやります。最初は綺麗な面を上にしてガスを抜きます。そしたらここの面は綺麗なままにしたいので、少し粉をつけながらいきます。そしたら上3分の1を折って、よいしょ、でよいしょ、くるくるくると巻いてあげて、閉じ目閉じるんですかって、そんなつままなくても大して変わらないので私はつみません。閉じ目がこう外に来るように入れてあげてください。こんな感じで発酵の方をさせてあげます。これが真ん中にくっつけちゃうと、こう生地が発酵してくるときにここがこうすり傷みたいになって、ここの表面がきれいにいかないので、必ず両脇に揃えて行った方がこうなってくるので、上がります。それをこう巻き目を逆にするとこう巻いていくので、それもこう真ん中がつきやすくなるので、まあ、基本はこう巻き目が外巻き終わりが外に行くように入れてください。で私はああやった方がこう俵なので綺麗にボコンっていくんですが、私が好きなのが丸めなので、このまま丸めながらガスを抜いていって、こう、まあ、これ押し丸めというんですが、押して引いて丸めていってあげると釜の中でポコンと丸めるようになります。私もそんなにうまくないんですが、ね、なのでここでガスを抜きながら最初にこう抜いてあげます。抜きながらこの丸めをしてしまうと表面が切れやすくなるので、こうやって巻いてあげるとこれが押し丸めというものになります。これはそのうち上級になったらやりましょう。私ももう練習中です。で型の中に入れて、食パンの焼き方なんですが、このオーブンの場合は加熱水蒸というものがあるので、加熱水蒸気で予熱をして、加熱水蒸気で10分間だけ焼いてあげて、その後にオーブンに切り返して焼いてあげたいと思います。ガスとかの加熱水蒸機能のない場合は、少しこの横にこのプリンカップとかにお湯を入れて焼いてあげてください。その方がちょっとしとって焼けるのでいい感じに焼けると思います。でもちょっととりあえず基礎クラスの場合はそんなに難しいオーブンのカスタマイズっていうのは基本的にしないで焼きましょうということを推奨しています。オーブンのちょっと非力なオーブンをお持ちの方とかもいらっしゃるので、できたらこのようなオーブンメーターというものは買っといた方がいいです。表示で250とか出てても実際これ180ぐらいまで行ってなかったりしますし、これもオーブンの奥に入れてるの手前に入れてるのでは随分と温度が違いますので、いつも一定の場所に入れるようにしてください。でもって私はこの
食パンの場合は特に上が焦げやすくなってしまうので、こういう薄い板ですね、これが直に置いちゃうと下から火が入ってこないので、石窯の場合ここからブワーンって出てくるので、これの上に横で1個入れて焼いていきます。まあ、入れても 1200cc の方だったら2本で焼けるんですが、まあ、入れても2本で焼いていく形になると思います。ちょっと入れるときはこの携帯持ちながら入れれないので、入れる前の説明となってきます。そこで2本置いて焼いていきます。で、加熱水蒸が終わった段階、すいません、なのでそれで焼く場合に余熱が終わってオーブンにパンを入れるのと上に天板を刺します。そうすると加熱水蒸がここから出てきて低い中でもやもやしてるので、それで蓋を閉じてだいたい10分間加熱水蒸気で焼いていきます。加熱水蒸を取って普通のオーブンに変えて、それから5分は絶対に蓋を外さずに焼いてください。で、5分経ったらできたらこの上の天板を取って、多分付属天板2枚ついてると思うので、もう1枚冷たいものに差し替えてください。冷たいものに変えたのを入れ直します。そうすると上が焦げにくくなります。そうやって焼いてあげるようにすると天板だけが焦げてしまうっていうことが避けられるのでいいかなと思います。今日はそういう風にして所定のオーブンの時間を焼いていきたいと思います。火が1本分くらい、こうですね、頭から出るくらい、ちゃんと片火容積を合わせてこれくらいしとくと、オーブンに入った時にこうバーッと熱がここ、まずこの縁の部分に当たってくる、横に当たってくるで、こうオーブンにこうちょっと釜伸びした時にここの部分に当たるとパイルがボゴンって割れて釜伸びがメキメキっとしやすくなります。なので、特に家庭用のコンベクションのオーブンの場合はここが1本出てもまだこう分かりますか、針がパンに針が残ってる状態の時に焼いてあげるようにしてください。で、加熱水蒸の機能がない場合は霧ですね、これをシュッ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 と上に拭いておいてあげてください。そうすると釜伸びすることができます。今霧吹きますね。霧を吹く場合は上からシュッシュッと当てる程度にしてください。こういう上を向けた状態でこうやってシュッシュッシュッとこうかけて、ふわっと当てるぐらいにこうビシャビシャってかけないようにしてください。100円ショップとかでこう売ってるもので構いません。で、オーブンの方に入れて焼いていきましょう。はい、こんな感じに焼き上がりました。これからショックの方を入れていきたいと思います。出します。で、ここのこういう台の機能をして出してあげてください。